かわいい。最後は止めてきたし。なんかさ、セキュリティしてない？そう、なんかね、ずっとあっちでコソコソしたい。なんでうちはずっとこっちただひたすら自分の絵を見続ける。なんかこれおかしいですよね。誰？誰なの？いつもと違いますよね。そう。顔見すぎじゃん。いや違う違う、俺も会ったことない。そんなげ怪獣の歌まだ消えない。なんか今日あるみたいな、牛仙のそんなに顔出してる、寝顔出してる。こうやって耳が出て、あ、そう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 、ミキさんちょっと顔が長すぎて。何が行われるの？なんか審査するん。確かに、オーディション審査員席みたいな感じだね。青ラブ新メンバーオーディションじゃないの？確かに入れるかな、俺たちの中で。やんじゃうんじゃない？私集団なんだよ。ゆうくん何も知らんの？何も知らないけど、この前みんな出勤してるはずなのに、うん、編集部屋行ったら青ちゃんしかいなくて、大サボり始まったって思ったの。で、青ちゃんどうしたの？みんなって言ったら、うん、いや、ここまで来たらもう隠せないねって青ちゃんが言ってて、何と思って。隠せたな。はい、シェーシェーシャーシャーキャラバー、お願いします。これは何って青ラブにジンダーハウス来ていただきました。ありがとうございます。来ました。お願いします。あっち側変な感じになってると思うんですけど。変な感じよ、ステージだもんね。おあっち出てきましたよね。え、回ると何合わせた音。ちょっと今回はですね、もう今ワクワクしてるから、ごめんなさい、ちょっとワクワクが頭いっぱいだから、すみません。今日はうちに来てみんなに楽しんでもらおうかなって。何？ジンのおもてなし。そう、今回の曲ジンおもてなし企画です。まんま今考えてくれ。前にコムドットのお泊まりプレゼンみたいなやつやった時、ありましたね。テオ君の方、俺の方ってやった時になんかいろいろ考えてたんですよ、プランを。で、その時に思ったのが、おもてなしするの好きかもって思って。まあ、サプライズが得意というか、うん、そうそうそう、好きだから。自分だけ気づいてなかった。なんかみんな知ってる。もしかしてみんな気づいてくれた。みんな知ってる。なんでちょっと今回はめちゃくちゃ力入れてサプライズしようかなと。普通何の記念日でもないの。ねえ、そうそうそう、誰の誕生日でもない。俺ってどこまでいけんのかなって。それがいいか、また持ってない。どこまでサプライズ得意なのか、できるのかなと思って、はい、今日スケジュール組んでるんですけど、やばいっす。今回かなり楽しいと思うんで、3人は今日楽しむだけです。ありがとう。もう痛みとかもなし。なしです。うわー、楽じゃない。オラブで痛みなし。ちょっと頑張ってる。でですね、まあちょっといろいろとタイムスケジュール組んでるんで、一つ目のおもてなしいいですか。何？何個あんだよ、しかも。すごいね、超楽しいもんね。なんだ、なんだろう、このワクワク大好き。なんだろう、上手だよね。上手上手。ドキドキしますが、やっぱジンタもワクワクする。めちろん、めちろん、めちろんね。そうそうしてるよね。ワクワク、いや、そうそうするでしょ、緊張するもん。え、ちなみにジンタンが出る項目とかもあんの？いや、あるやん、この感じだと。あります。おえー、もちろんそれは自分からもうやっぱエンターテイナーなんで出ないと。やば。じゃあ4人で楽しむというよりかは1人だけやっぱ緊張。ちょっと緊張します、ずっと。じゃあ、準備が整ったということで、ある方に来ていただいております。はい、それではスペシャルゲストの方です、どうぞ。レズッチです。待って、すごい、こんな感じなんですね。ちょっと遠い。マジ本物の本物のレズッチさんをお呼びしました。呼ばれたんで、はい、行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ずっと噂してました。そう、なんでこうねずつさんをお呼びするかっていうと、もう青ラブ内で、特にもう俺とテオ君とかもそうだけど、すごいと。ねずつさんめちゃくちゃ見てるの。はい、 YouTube ショートとかにもめっちゃ上げてて。ちょっと待って、いや、なんかさ、めっちゃ多いやん。なんか、え、意味が分からんのみたいな。やっぱさ、あんま俺興奮しないやん、ミーハーでもね。ああ、そうだよね。やっぱその時見てる人とかだと興奮して、ジャクレを呼んでくれた時がやばかった。同じ感情が今。やばマジ。え、やばい。いやいや、そんなじゃないからね。もうそのまんまや。今日よろしくお願いします。お願いします。謎かけをやってください。やばー。自分たちがお題を言って、え、謎かけ。え、用意してるじゃないの、さすがにテレビでしょ。いや、もう、基本なんだよ。待って、贅沢すぎる。ここで本物かどうかも買ってた。そうだよ、そうだよ。もし、なんか、ね、うちらのせいになっちゃわない？いや、大丈夫、大丈夫。
ですか。はい、どうぞどうぞ。金魚。金魚ね、オッケー、じゃあいきますよ。届きました。あ、その心は。届きました。届きました。金魚とかけまして、鳥が巣を作ってるとときます。その心は。すくう。わかります。あ、巣を食う。巣を作ること、すくうって言います。なるほど。金魚すくいと。いや、もう…うわぁ、出ました。ちょっとやめ、あのさ、またバレるから、またつながんなかったら即説明しますから。ライブでめっちゃ説明してるの見てます。うわぁ、若すぎる。すっごい。なんで食べる方。またそういきますか。なんかな、こもう何でもいいんですもんね。なんか自分の特徴とかでもいいね。え、じゃあうちの特徴、目が離れてる。離れ目、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 が離れてるとかけまして、九州と、はい、その心は差があります。うわぁ、レズクスです。なんか高すぎる。マジ、カッコいらずじゃない。すごいよ。一回じいさんとこれやった時に、もうほんまに5分、10分ずっと黙って。そうなんですよ。プロではないからね。後で作り方とかも教えます。やばぁ。ていうかもちょっと難しそうなやつやっていい。自社ブランドで。自社ブランド。はい、これ自社ブランドの。オッケー、じゃあ行きます。ちょっとつなげてあげようかなとか。もういらない。オッケー、いらない、そんなものは。どうされました。はい、自社ブランドとかけて、WBC と書きます。その心は。価値上がると嬉しい。うわー、価値が上がると。おー、自社ブランドで価値上がる。そうです。嬉しい。でも今の WBC やばくん。時事問題も。そうですよ。えぐいわ。待って、どんな頭しとんって思われた。出てこんもんな。インターネットなんじゃない。確かに。もう頭の中の脳内が。ねえねえ。はい、すごい。じゃあちょっとカス行きましょう。私、じゃあミッキーで。ミッキー。ディズニーのミッキー。ディズニーのミッキーで。オッケー、じゃあ行きますよ。ミッキーとかけまして、パソコンと解きます。その心は。やっぱりマウスの活躍します。話してた話題も取り入れて。生まれつきですか。生まれつきじゃないですよ。あの、謎掛け始めたの26歳から。まだ間に合う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 。でも俺、切り抜きで見てめっちゃ感動したやつがあって、この一個一個じゃなくて、ちょんって言って解いてもらって、ちょんって言って解いてもらってのこの連続があるじゃん。あ、すごいスピード感出たやつ。そう、じゅんたんがお題言って、整いました、何々です、マートスが言って、あ、もうすぐ間もなく。間もなく。あー、連続。俺たちはもうお題決めといて、ハイスピード低クオリティ謎掛けって言って、間髪入れずに答えるから、あのクオリティは下がるっていう、一応そういうのある。あー、いやいやいや、さっきので。すごかったけどね。さっきのでハイスピードじゃないってこと。そうだよね。もっと早いですよ。じゃあ、行きますよ。はい、よーい、スタート。大谷翔平。大谷翔平とかけて、東京スカイツリーと解く。その心は、世界に誇る塔だ。やばー。あ、ジグゾーパズル。ジグゾーパズルとかけて、ゲームと解く。その心は、やっぱりピースが欠かせません。ヒカキンさん。ヒカキンさん。ヒカキンさんとかけまして、当選し続ける議員と解く。その心は、とにかく人気が続いてる。ユーチューバー。ユーチューバーとかけまして、お寿司屋さんと解く。その心は、海鮮使ってネタを提供してる。海鮮、うまい。もう、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 本物だ。追いついてないもん、頭が。タイム聞いてみる。あ、タイム27秒75。ガチ。こちらの方が遅かったもん。いや、ほんま早く言えよみたいな。俺1個に5分だよ。1個にそう、5分。一回さ、よろしければだけど、じんたんとねずっちさん位置変わって、ねずっちさんにお題出してもらって、じんたん解いてみる。うわー、いいです。でもうまいよ。うまい。一応練習してるんですよ。一応もうねずっちさんの弟子として。早い。バッグの後ろを抱えて食べてる。あ、ふたまさい。じゃあ、じんたんも挨拶から。じむっちです。じむっちさん。じむっちさん。じゃあ、カメラでお願いします。カメラ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 。そう、こうなるよね。それは普通ですよね。もう、ねずっちさんはカメラで。カメラ、そうですね。整ってる。うわ、もうほら、笑ってないもん、もう顔。余裕なし。緊張しちゃって。あ、なんとなく整ってきましたか。あ、なんとなく整ってきました。なんとなくじゃない。はいはいはい、整いました。おーい、カメラと解きまして。いや、違うよ。かけました。カメラと解けまして、回転寿司と。あら、その心は。どちらも
イソが必要でしょう。カメラ、イソ感度が必要です。わぁ、すごい、うまい、すごい、頑張った、うまい、頑張った、明るさ調整とかそう、明るさ調整、うん、あ、ね、あ、そうなんだ、すごい、うまい、うまい、すごい、すごい、ありがとうございます、うまい、すごい、認められない、ちなみに、質問は、ね、はい、カメラとかけて売れない芸人のバイトの日数と解く、その心は、収録することもあるんです、うわぁ、週に6回ね、ありがとうございます、ありがとうございます、自分たち駆け出しなんですけど、はい、駆け出しでもない俺だけ駆け出しちょっと謎かけ教えていただきたい、はい、いいですよ、謎かけ、基本参加賞すごいちっちゃいちっちゃい、お題から連想する言葉をまず思い浮かべる、コーヒーって言ったら何を連想します、苦い、苦い、豆、例えば豆だったらコーヒーとかけてモテる男と解く、その心はやっぱり豆が大事でしょう、苦いだとそのままどうにもならないから、言い方を変えてあげて、お題をコーヒーから砂糖たっぷりのコーヒーに変えてね、犯人確保と解く、その心は苦さないようにするって、鳥肌さらに秘伝参加賞、秘伝参加賞、これ僕の個人的な希望なんですけど、思いついたら一応整いました、大事に整えたい、あととにかくドヤ顔さドヤ顔というかもう自信を持って言う、俺結構そう、結構不安そうに言う、全然思いつかなかったんですよ、どうしようと思って思いつかないから堂々とかかってないこと言ったんですよ、そしたらお客さんがおー、どやどやどやあとこれが一番大事ですね、他人の謎かけをけなさないっていうことですね、おー、次自分が答える番だったらブーメランになる可能性あります、なるほどね、けなされたらもう謎かけやんなくなっちゃうから、その子ですね、裾野を広めるためにも、じゃあクイズやります、うわー、クイズ、天気が悪いとかけまして、お菓子と解く、その心はどちらもほにゃららがあります、なるほど、はい、はいはい、雨、雨、すごいやったすごいやった早い、ちょっとやばいな、卓球とかけてチャイムと解く、その心はどちら、はい、ピンポン、ピンポン、わーできたできた、できた、ちょっと謎かけが好きになったんじゃないですか、はい、めっちゃ好きです、剣道とかけて煩わしいと解く、その心は、はい、え、およ、あ、ごめん、いいよ、いいですか、ほんとに、面倒、うわーすごい、今3人答えた、あ、僕も答えていいんですか、じゃあピンポイントで出しましょうか、お、任せてください、ラクダとかけて裁判官と解く、その心は、お、全然わからん、聞かれてる、難しい、よりによって聞かれてるよっていうことカスコレできるかなあれ、あ、でも、でも、でも、私じゃないラクダは、ラクダはね、どこにいるかはぁ砂漠、おどちらも砂漠、ボケなく今、当てに来ましたよ、わかんなかったからでしょ遅いっていやいや、もうヒントもらったのにそんな日はやばいだろ、全員ちゃんと一問です、いや、ありがとうございます、嬉しい、すごい、やってみます、ちょっとやりたいです、じゃあお酒で、お酒誰が一番良かったか決めてもらう、整いました、早っ、お酒とかけまして、はい、ライブのオタクと解きます、その頃はそこにあるコール、うわー、うわー、私は思いついてました、同じやつです、マジ悔しい、うますぎる、でもいや俺一発目出るやつじゃないです、いや確かになんかちょっとレベル取ってる、うん、MVP 決まりますからね最後、なるほど、東京スカイツリーで、うわむず、もうやばい、全然もう使わん、整いました、いや、どうしたん、東京スカイツリーとかけまして、悪魔の数字と解きます、悪魔の数字、その頃は666、え、どういうこと、え、どういうこと、どういうこと、スカイツリーってお腹痛いんで早退します、違う違う違う、違う、武蔵じゃなかった、武蔵、武蔵
ょ。634カットできるんですよ。いやいや、1ミリはカットできるんです。整ってなかった。まあこれでババナゴマンさん、ありがとう、ナゴミちゃんと、うん、お題変えること。いやでも、いや整いそうだよ俺。あ、来ました、整いました。あら、すごい、来た来た。ちょっと変えるんですけど、先ほど言ってたように行ってみたい東京スカイツリーとかけます。あれですね、口に言うそれ、どうだよ。今考えてたな。あ、夜に雨が降って、そして朝を迎える。長い長い。夜雨が降ってそして朝を迎えると解きます。はい、はい、その頃は朝草に行きます。あー、なるほどね。浅草にあるっていう。うまいうまい、うまい、それ大事、それ大事。浅草、意味わかんないわ。厳密に浅草では、あのね、浅草ない、そうそう、台東区と墨田区の違いがあれ。あー、違うんだ。そう、あそこなんだ。メンタルブレイク2人目。メンタルブレイクだ、もう出ません。なんか好きなものとかなんですか。あ、パスタ好きです、僕。パスタでいい。パスタ、はい、整いました。パスタとかけまして、早く終わりたい仕事と解きます。こちらも巻きが大事でしょう。うわー、すごい。ちょっと待ってください。ありがとうございます。これ昔に僕がやったやつです。うわー、どうする、盗撮。これ怖かったわ今。これ前やったんですよ、パスタで。あ、やった時に俺がやったやつがあったんで、それ以外で考えてたんです。そしたら相方がそれを堂々と早いよみたいな感じで。うわうわ、どうやってる。うわ、そうだよ。あれでインスパイアしたんだよね。優しいから、めちゃめちゃ優しいから。ちょっと他のも考えてみよう。全然思い浮かばん。いや、めっちゃ浅いの習ってた。おお、いいんだ。パスタとかけまして、シャワーとかかけます。おお、それは湯出る。おお、いやいやいや、全然すごい、すごい。あー、もうよかった。わかりやすい、わかりやすい。すごい、マドッチやん。マドッチです。マドッチ、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 マドッチ。おー、湯出る。じゃあゲームでします。ゲーム、静かな。真剣に。あ、整いました。弱いですけど、ゲームとかけまして、めちゃくちゃ大事な就職の面接と解きます。ボタンのかけ違いがあだとなるでしょう。あー、かけ違い、ボタンの、あ、なるほどね。あー、わかる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 。ドヤ顔が足りてなかった。不安が伝わってきた。かけ違い、ボタンの、しょうがないのなら。え、すごいの。すごいの教えて。あ、俺も思いついた。俺すごいな。ゲームとかけまして、ね、ハンマー。ハンマー。その心、ピコピコ。あー、いやいやいや、かわいい。めっちゃかわいい。かわいいわ。かわいいな。あ、まだまだ続いてる。僕も整いました。ゲームとかけまして、はい、卓球のダブルスと解きます。おー、その心は。スイッチ。おー。おー、すごいすごい。テオです。うわ、やりたい。一番簡単なお題みたいなのって、やりやすい入門編。まあ一番簡単なのはみんなが経験した、例えば学校とかだ。ああ、もう思い浮かんだ。まあ自分はもう冴えてます。あー、すごい。学校とかけまして、YouTube の動画と解きます。その頃はどちらも投稿するでしょう。ああ、いい。ああ、なるほどなるほどなるほど。やったー。あ、でも僕も整いました。はい、学校とかけまして、おならした時怒られちゃったと言います。おなら、部活。うわぁ、いいわ、いいわ。ユーモア、ユーミークだ。なるほどね。ユーモア。学校とかけまして、あ、そういうことか。あるんですね。学校とかけまして、世界と解きます。おぉ、でかいね。お、この頃は制服が大事でしょう。あぁ、魔王の考え方だよ。そうだよ、魔王の考え方だよ。魔王が解いてるよ、これ。魔王です。皆さん、頑張りました。ありがとうございます。超楽しい。MVP 消えなくていいね、これは。みんな良かったんで。みんな良かったんで。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。
お待たせしました。2個目のおもてなしでございます。うちで楽しめるものというか、うちならでは楽しめるものかなということで、迫力のあるものを何か置けたらなと思って。置き置くオブジェとかってこと？まあオブジェってことじゃないです。まあなんか大きいのちょっと置いてあるんで、ちょっと楽しんでいただけたら。これはもう目開けていっちゃっていいの？もう目開けた状態で行っていただいて。じゃあ行きますよ。はい、お願いします。せーの。青ラブの顔はめパネルです。どうしたの？今日来たんですけど、でかすぎてビビってます。送信台よりでかいもんね。めちゃくちゃでかいよね。あっちはわかる、こっち何？本人が入れる。左は青ラブと一緒に撮れるよっていう顔はめパネル、右は青ラブになれるよっていう顔はめパネル。あー、そういうことね。真ん中ね、岡田くん、みんな岡田さんと撮りたいみたいな。でも岡田さんもあの心よく許可をいただいて、許可取りするわけです。画像はブーを撮った時です。そうだね、カメラマンの岡田さんと一緒に撮った画像が、はい、なんかこれがちょうどぴったりだった、等身大に。あー、そういうこと。これ等身大なの？なんでちょっと顔はめてみようかな。はめてみましょう。でかい、でも等身大なの。なんとなくそうなんですよ。すごい、かつしゃがんで等身大なの。計算したらこいつは誰なんていう。一応等身大だ。まあ、ここのバッファがあるんですよ、ちょっと。これちょっと足りん。あれ？テオ君、テオ君でかいよね。だってめっちゃでかいもん、このテオ君。プロ野球選手みたいな。大谷翔平みたいなでかさですけど。ちょっと顔はめてみますか。お互い自分ですか。はい、チーズ。なんか気持ち悪い。気持ち悪い。うわー、テロ君熱くないやん、顔が。かつい、私勝ったやつ。いや、顎が。またそう、ぴったり、ぴったりや。やばいな。あ、なんかちょっと違いだ。私とジン君、顔向き反対。あー、そうだ、そういうことか。またそう、ぴったりやろ。すごい。もうちょい右寄り、あ、逆陣はそうなんだけど、なんか、あ、元よりブサイクになってるかもしれない。これめっちゃ、こんな下だよ。でももうちょい下向いた方がいいですよ。前髪の下向いたら、いや、なんかブサイクになってる。あ、もっとこっちを向きながら、ここ陣太はこっちを。そうだね、どっちか。ちょっと他の二人、俺だけ出演されないから。いや、でもテオ君とも当たったの。うん、完璧。カスタムがなんか難しいんだよ。もうちょっと顔をめり込んでもらって。俺も背伸び限界なんだけど。テオ君ももちろんめり込んだ。あ、もう無理。テオ君に後つくくらいで入ってる。いきまーす。はい、チーズ。角度が違う。いや、ちょっと顔も逆に。ねえ、誰逆とさ、せいだ言ってる人。いや、私も違くないなんか。テオ君も違うよ。テオ君、もうみんな逆に言ってんだけど、みんな入れ替えてみる、顔ちょっと入れ替えようか。テオ君、マードスイング。あ、そうしよう。カスチャン行くか。うわ、めっちゃ違和感。カスチャンに関しては顔の大きさが合わなすぎて。はい、チーズ。うわー、見てみよう、見てみよう。やべー、あれこれ誰、あ、うちか。合わないね。やば、合わないな。マンダ様めっちゃ合うくない？誰でも合うの。誰でも合うの。顔足りてなすぎるやろ。俺そんなでかいんだ、やっぱ。引き上げてるから大きすぎるな。うち誰でも合う。ということでですね、この2種類の顔はめパネルあるんですけども、はい、特別にえもう1種類ありますと。こちら何？気づかんかった、気づかんかった。何？せーの、危ない。
よりなんで。これは本当に高いじゃん。めくってみてください。いやいや、わあ。似合うとか。でもそういえばだけど、1、2週間前、今更なんですが、マータソナーの写真は使ってもいいやっていう意味わからない。ああ、ちゃんと許可が入ったんだね。で、でもなんて返したんだっけ。このままはちょっとグロいかもな。ああ、そう、そのまま配慮やってみませんか。いいです、僕ずっとやってみたくて。ああ、そうです、皆さん、うちの気持ちが味わえる。すごい、うわ、うわ、うわ、すごい。じんさんの写真だったんだな。パネルいっぱいいっぱいで撮影することによって本人っぽくなる。うめー、すごい。すごい、これちょっとぼかし入れたら本人よ。本人よな、すごい。すごいわ、カスちゃん。見れんよ、なかなかカスちゃんのこんな姿。いや、そうだよ、そうだよ。あー、すごい。なかなか見れませんよ。顔はめパネルでした。まだまだあるんで。まだまだ続きまして、すごい、まだまだあるぞ。もうすごい、まだあります。夜になってきたんで、はい、お食事タイム。うわ、嬉しい。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。ということで今回は焼肉でございます。やった。めっちゃ意外な焼肉を普通に食べようかな。超食べたい。すごい。食べ物とかもあるので、でですね、プラスで、はい、なんとこちら今回バーテンダーの方にいただきました。ありがとうございます。え、もうバーテンダーさんだ。そうそう、もうだってバーがここにできとるもん。あの棚が。そうなんです。あの棚がバーとなりました。お願いします。すごい。どんなお酒があるっていうのは、これから食事って聞いてたので、はい、メニュー作ってきたので。すごい、ありがとうございます。あ、国ごとのやつだ。その後少しずつ焼肉に合わせてカクテル。で見たことあるんですけど、俳優さんにいたんだろう。俳優さん、本当ですか。え、かっこよ。え、めっちゃお父さんぐらい離れてますけど。僕、お父さん、一昨日で60になりました。いやいや、そうそう。ですよね。いや、ですよね。かっこいい。もう言い過ぎだろ。なんかそこまで言うと狙ってる。そこまで言うとマジになってくるから。見て、うわっ、すごい。うわっ、すげえ。いただきます。ありがとうございます。え、おしゃれ。うわ、すごい。家だと思えれん。これ本当にイタリアでもよく皆さん飲んでる、イタリアで生まれたカクテル。え、おしゃれ。乾杯します。おしゃれに。では、せーの、乾杯。乾杯。チェリーパイ金玉。ほいほい。下品な。うわぁ、おいしい。いちごの味。あと、すごい、あとすごいな、あとが。うわ、これ酔うぞ。これやばいな。これやばいな。これ危ないな。え、でもかなり飲みやすいね。いちごのスムージーみたい。うん、確かに。あ、ありがとうございます。うわ、すっげえ。うわうわうわ。え、ジンク明日からいなくなるとかじゃない。最後の、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 怖くなってきた。大丈夫。飲み終わった後のバラのおしゃれさ。おしゃれ。やばい。え、すごい、おしゃれ。なんか怖いが勝つんだけど。入院するとか。の、正気入院。いや、考えるんだよね、人って。いや、もうこれからもアオラブにいさせてくださいっていうこと。いやいやいや、になるから。いさせてくださいっていう。何の日立ちで。申し訳ない。正規フチラ。違いますよ。ジン君個人ってこと。あ、あ、スカイピースです。全然ありがとう。なんでもあの俺みたいな感じで、テオ君もありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、知らんけど。ありがとうございます。お金だけ出してくれてる人。知らず、怖っ。俺知らずにこの量のさ、サプライズのお金払ってんの。はい、めっちゃ怖いやん。これはどこのお肉なんですか。スカイメンバーが買ってくれたんですけど、もう4切れで2000円とか。え、高い。テオ君ありがとう。ありがとう。ありがとう。ジンさんの半分。半動で
ずっと気持ちが高ぶってたけど、わあ幸せっていうゾーンに来た。ああやっとね、落ち着いてね。ねずっちさんは夢だったみたいな。そう、だからねずっちさんも18時半くらいにもう次のライブがあった。その前に来てもらってた。でギリギリの中来てくれて、すげえなー、ありがたい。いやもうありがたいよ、会えたのマジ嬉しい。ずっと言ってたもんね。ずっと言ってたね。やっと会えたんだ。やっと会えたね、ずっと。だからねずっちさんになったね。気になれてないもん。あったら、いい匂い、間違えた、いい色。すげえ。パイナップルとかスパイス、それからミルクとかなんですけど、全部分離させ透明にしてるんです。ミルク、なるほどなるほど。うわ、めっちゃ綺麗色。待って、おいしい。やばい。どれ？うんま。女子好きな味だね。フルーティーだ。めっちゃ。おしゃれに撮ろうとしてる。うわ、インスタ女子。あそこにうちらが映り込みます。台無しにしちゃう。全部ピントそっちだもん。誰一人漏れてないよ。アラサーが出てる。アラサーか俺たち。もうだって本当に。やめてよ。来年9になるやつら。早いって。まだ27なら。来年9になるやつら。春日30になったら解散でしょ。タイムリミット。なるだよ。春日アラサーになったらやばいよ。やばいよ。青春シュワシュワクラブ。いや、まともどりできないだから。クラブを漢字にすることで。タモリクラブみたいなね。そうそうそう、レトロ感出る。確かに確かに。ちょっといけるかも、ちょっと長引かせれる。確かに確かに。10年間ぐらい青春シュワシュワはどうしてもやっぱり青春強すぎ。コンセプトにはそっくりだよ。青春の文字だけ補足する。ちょっとバーンな感じ、震えた感じ。シッシッ、待って、めっちゃうんちしたい。青もう打ってきてる、それは全然。珍しいカスちゃんがどんくらいの速さ、速い人なんかな、遅い人なんかな。もう出た。速っ。おならだった。おならだったおつ。何それ。お待たせしました。ありがとうございます。お待たせしました。待っていただいて。何ですかこのセット。まあ今ちょっとね、こちら映ってるんですけども、これをやってますと。なんかふわふわしてない。まあちょっとこれからやるのを先に言いますと、ステージです。ねえ、ですよね。完全ステージだね。ステージです。でですね、やっぱり自宅なので下マット相当引いてます。うん、一応その足音とかがあると思うので、結構もともと強い防音とかそういうのが強いあるとこがあるんだけど、まあ一応そのマット引いてますと。だとプラス、まあちょっとこのご了承いただきたいのが、防音ちゃんとしてるよと言っても爆音はできないよねっていうので、まあちょっとだけちっちゃい音かもしれないんですけど。いや、全然聞こえなかった、廊下で。マジか。あ、本当に。じゃあちょっとやりますか。え、何なの。そうだ、その前にこちら一人一歩。え、何。キングブラッド、キング&プリンスということで。え、誰。次来てくださった方はこの方たちです。アイライフの皆さんです。アイライフの皆さんです。え、アイドル。え、キュウヨ。え、かわいい。やばいやばい。え、普通やばいんだけど。やばい。
やばい、なんだやばいって、やばすぎる。え、ここ家よな。あ、すごい、どうだろ、照明やばいわ。アイライフの方々がわざわざ来てくださいました。やばいって、ありがとうございます。すごすぎる。途中で家なこと忘れてた。忘れてるな。ライブハウスかと思って。え、なんかもうもう照明エグすぎた。照明もそうそう、がっつり入れてもらって。え、なんか画面越しにおるみたいな。そう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 、なんか変な感じ。普通なんかテレビ見てるみたいな感じだよね。これ触れんのかな。ないです、そういうのは。みんな可愛い。顔面偏差値鬼高いよね。ちょっとやばい。お高い。お前も鬼高い。誰にしようかなって。まだ歌ってくださるんです。はいはい、マジ。もう一曲ラストということで、もうどうと一緒に踊ってくれますか。イエーイ。本物
身がおじさんだと思えないの。違うやばいね。別に最善とかいう次元じゃない。次元じゃないよね。え、全員認知もらってるってことでしょ。もうそういうことです。もう4人だから。しかも今日あれですよ、ライブだったんですよ。2本、これ3本目ってこと。3本目ライブ3本目。ちょっとやばい、ちょっとやばいかもち。焦点すごい。いや、もうずっと見て、今の踊りも全部覚えて。全部覚えたの。全部覚えた。ここからずっと覚えて。入れるんだ。いや、入れる。見た。ギャグでアイライフに。いや、もう入らせてください。マユキ頑張りますよ。マユキ頑張りますよ。マユキ入れる。僕も行くよ。余ってるのといったら茶色かな。ピンク、ピンク、ピンクもう。ピンクがもういますから。でもなんかさ、家にいるってなんか罪悪感ない。すごいな。でもしっかり仕事です。あのプライベートとかじゃないです。しっかり違います。ちゃんと正式にオファーして、オファーして誰かがジン君の女ってわけじゃない。全く違います。だから言いません。絶対に言わないで。ないです、ないです。絶対に言えない。言えないし。いや俺なんか一回ライブ行くのすごい趣味じゃん。だからあのたまたま渋谷通りかかった時になんかアイドルの人がやってるなと思って、台湾だったんだけど、ちょうど俺がライブハウス行ったらちょうど2曲目の今歌ってて、最高やん。やばすぎって思って。絶対受けに来たんだ。めっちゃバズってるもんね。そう、 TikTok とかでバズってる。チェキ会とかはやってないの？ライブ活動でやってます。チェキ？はい、行きます、行きます。それはいかんと。ちょっとどうして、汗はキモい。汗キモい。汗キモい。汗キモい。名前もう一回聞いていいですか？はい、日向彩奈です。彩奈ちゃん、あもしおいです。あ、で、あも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 アリスルナです。アリスルナルナアイスです。アイス、アイス。アマミユアです。アマミユア、ユア。ほのかリリです。ほのかリリちゃん。みずきラムです。ラムダムちゃん、リーダーね、リーダー。で、何でしたっけ。無限やった。おい、全然違うじゃん、全員。これマネージャーさん確認していい。いいじゃん。マジか。ちょっとマジか。やばい、マジか。一回、マドチとジンさんでこの曲をやろうって提案したことがあって、ちょっと結局忙しくてできてないんだけど、もしするならお願いします。その時はピンクの衣装貸します。俺は座った方がいい。みんな、うまっ。なんちゅう。え、なんかポーズとかあるんですか？あ、エルです。え、エル、エル。あー、早い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 。まったいや、こんな大変だよ。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いきます。3、7、6、5、7、7、7。わー、ありがとうございます。あと40項目ある。長いかも。長いかも。まだありますよ。まだあるの。まだ最後のお酒も飲んでないしな。帰っちゃったんじゃない。お次はですね、あの、先に言うとハモネプの人に来てもらった。ええ、ヒカキンさん。ヒカキンさんは出てた人で、ハモネプの優勝者の人に来てあの、なかなかハモネプって聞くことなかなかないじゃん、テレビでは見たことある。生で聞いたことある。すごい方です。マジ？ハモネプって全部音楽というかも口でやる。全部ボイパね。じゃあ音源ないってことだよね。音源を流すみたいなのがない。じゃあちょっと早速来ていただきますか。はい、マジで。ということでバリバリさんでございます。よろしくお願いします。バリバリお願いします。お願いします。男性の方がいっぱい。こんにちは。誰にしようかな。早い。誰にしようかな。さっきのアイドルの気分の時の俺やん。自己紹介だけいいですか。あ、はい。せーの、バリバリです。あ、守るの委員会。なんか守るのかと思ってた。守んない。なんか守るのかと思ってた。バリバリです。みんな同じキーです。顔似てない。ちょっとみんななんか似て。今日寄せてます。普段どこ住まれてるんでしょうか。滋賀県です。
県からわざわざ来ていただいて、今日ここ泊まってくってこと？泊まる、はい、あ、泊まる、はい、早かった、早かった、早かった、寝る時めっちゃいいメロディーで寝かけてる、めっちゃいいメロディーで寝かけてる、めっちゃいいやん。じゃあ早速ちょっとバリバリさんにマジかよ、お願いいたします。ちょっとお任せします。はい、お願いします。フォーリンラブロマンスの神様、この日どれしもが恋の間、世界もすぐ絶対いつか出会えるはずなの、沈む夕日に寂しく一人、なんか恋に落ちた時と同じ感じ。恋に落ちた時、心の中でこの6人がさ、ここにいるよ。マジすげえ。だからさっきあのアイドル来た時に盛り上がってたから不安って言ってたけど、全然大丈夫。感動、アイドルの時の半分ぐらいの感動ありました。そんなわけないよ、泣きそうなんだもん。でもマジすごい、初めての経験。アイドルのライブとか行ったことあったけど、うん、ないから。俺も初めて。私まだ、みんな初めて。いや俺も行ったもん、アカペラ初めて。初めて、アカペラ初めて。手拍子邪魔じゃないかな。そうそうそう、どんどんしてください。しかもなんかこれしてたよね。いや、あの瞬間すいません、こういうのしてたよ。ちょっと嫉妬したの。活動とかされてるんですか、どっかでライブするとか。一応その全員学生でして、大学生 そのアカペラサークルで、はい、組まれたグループで、まあ、来年1年間まで全員、学生として残ってるので、はい、まあ、その1年間はとりあえず。じゃあその後は。その後は、まあ、未定です、ね。見て、なんかさ、こうライブがあったりしたらぜひ行ってほしいよね。もちろん行くし、そう、俺も行くし、なんか自分行ってほしいよね。みんなにね。あ、そうそうそう、生で聞いてほしい。そう、テレビとかで聞いたことあるけど全然違う。違う全く違う、生優しいよね。やだ、こんなふわふわしてるの。耳が本当に全部にブラーかかってる。そうそうそう、ブラー編集者が。実はそうです、まだ。いや、もっと聞かせてほしい、うん、ね、もっともっと僕たちの動画が、ね、死ぬまで。あー、遠すぎる。82曲目の時、俺たちこんな慣れちゃってる。誰が何担当とかあるってこと、うん、あるかな、なんか担当、名前と担当ちょっと確かに、うん、じゃあ、はい、僕が、ベースを一応知ってるアチと申します。アチアチアチさっきのライブ入る。僕リードボーカルするジョーです。ジョー
で僕も、リードボーカルします春です。春で僕もリードボーカルの今日誰がリードしたんだっけ。リードボーカル、リードボーカル、リードボーカル、リードボーカルで、リードボーカルすごいな。ほぼリードボーカル、リードボーカル、リードボーカルの集団です。僕がボイスパーカッションです。じゃあもう今ソロでも普通にビートボックスはできる。まあちょっと歌おうと思えばできる。そうですね、まあ、それ単体でも聴かせてもらうことできる。ワンフレーズ、いいやつ。おお、すごい、簡単にやってますね。すごい、すごすぎるのね。次はちょっとしっとりした、しっとりとした、ね、曲を。いや、泣いちゃうとこタオル、普通にな。できるだけ嘘はないように どんな時も優しく晴れるように人が痛みを感じた時には自分のことのように思えるように悲しい中心に入って聞いたらまた違う。やばーい、やばーい、フラワー燃えてるんですよ。ベースの近くやったら
何この拳。
大丈夫そうです。全然大丈夫そうです。すごすぎる。ありがとうございます。いやすごい、かわいい、かわいいな。あのキーとかさ、ほんと俺もめっちゃ結構声高いって言われてる方でギリだから、うんうん、そうで、これあのそもそも出演決定したのが一昨日とか。え？じゃあ全練習時間全くない。めちゃくちゃないです。そりゃ間違えるわ。そう、追い打ちだよ、追い打ちだよ。で、そこからね、多分急ピッチでやってくださって、滋賀からってことでしょ。え、今日は泊まってて、明日帰りみたいな。今日ここに泊まりません。全然いいです、ピピ全然泊まってない。あー、泊まりません。ロマンスの神様、うん、ジンタン大好きなんですよ。大好きですよ、ロマンスの神様。だから、ジンタンが主戦で入らない。聞きたい、聞きたい。どうぞ。いいですか。いいです。うわ、ちょっと聞いた。え、すごいことだよ。すごいことだよ。ないよ、そんな機会。いいの、いいよ、頑張る、かっこ、ありがとう。ナイスアシスト。先月ですけども、もう楽しみ、ね、楽しく歌えたらいいかなって思って、うんうんうん、に入ってできるもん、ね、どうなんだろうね。シアはいシアーおいよ。いいよ、いいよ、いいよ。僕のスマートに、あー、はい。え、じゃあ何も、僕はじゃあこちらに。あ、じゃあここに。せこい、せこい、せこい。あ、じゃあみんな人体以外こっちに。シャークラブです。だけ歌えば大丈夫。シャークラブです。あ、やってる、やってる、すごい。やってる、やってる、やってる。もうこだわり、こだわり、やばい。頑張れ。サビだけちょっといかせて。ちょっと、ハモリが回ってきて。お前、いないやろ。幸せのようかきっと誰かを感じてる。ロマンスの神様はこの人でしょうか。うわぁ、すげぇ、すげぇ。これはいいよな、めちゃくちゃいい。気持ちよ。感想どう。いや、すごい良かった。あ、もろない。右耳と左耳から幸せな音が出る。いいなそこ。幸せな音を吸収してガビガビの声が。ガビガビの、いやー、待って。ということで、バリバリの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ YouTube やってるので。いや、見る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 。概要欄にもね、貼っときます。ぜひ見てください。なんでバリバリなのかだけ。かっこいい系のグループを作りたくて、略称で呼ぶと言いやすいというか雰囲気が伝わるような名前にしたくて、もともとは英語表記でバリ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 ーズ。あ、それベリ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 。自分のグループかっていうので、バリバリ覚えやすいね。覚えやすい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。また来てください。感動すぎるわ。写真撮りましょう。写真撮りましょう。いいですか。一番低く出る音。一回ジンさんの一番低い声。ああ、低いっすよ結構。かんない。あ、もう余裕になった。いや、もう聞こえてる。さっきのがリュンリュンってやつだったんで。え？リュン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 。え？すげえ。やば。マジベース鳴らしてる。うん。すごい。いきまーす。はい。せーの。ありがとうございます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 。落ちた。もうなんか全員顔落ちちゃうよ。落ちた。お前顔でかっ。なんで。一旦止まるとこから。止まりません。絶対止まりません。仲良いっすよ。確かに。止めません。パッと引いとるし、ちょうどいい。でも全然パッと抜きます。最後ちょっとお酒飲んで、うん、
ラストのお酒ですか？ラストはもうデザートのカクテル、焼肉の後なんで杏仁豆腐みたいな。うわやばい。杏仁って杏仁草っていうこう杏子の種の中のリキュールと、それからミルクと、それから少しチョコレート。え、アルコール入ってるんですよね？アルコール入ってます。ちょっと次の企画はちょっとアルコール入れとかないとかなっていう。え？乱闘とかじゃない？乱闘とかで酒飲んでね。いや、あばらが行くようなものでも。飲むのない、大丈夫。今日は参加しない。参加しない。あ、よかったよかった。グラスとか全部お一人で持ってこられたんですか？あ、そうです、そうです。それムキムキになるわ。全部ムキムキに結びつけるわ。ありがとうございます。めっちゃ入り早かったもんね。お名前なんて言うんですか？山本圭介と。山本圭介ちゃん。はい。何の？いただきます。乾杯乾杯。最後の乾杯。うわ、美味しい。あー、めっちゃ美味しい。大丈夫ですか？めっちゃ美味しい。デザート。ミルクセーキとか、地球の甘さ。うわ、美味しい。後味がもうすごい甘い。何通りのお酒。すごい。美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。山本さんが一番好きなお酒は何なんですか？すごい難しいですけど、ジントニックとか。おーい、やっぱお酒好きだからこそのこの職業。そうですね、お酒とかとこうバーの雰囲気とか別世界みたいなところが。うわ、モテるんだろうな。ね、声がめっちゃかっこいい。あ、うん、本当ですか？余裕ある感じが優しいし。でもなんかバーのいろいろあって、こう普通のこう思ってるようなバーじゃなくて、僕らこうコンセプトがあるバーなんで、金賞がコンセプトに なってるお店が京都にあるんですけど、そこはこう入り口が本屋になってて、昔金賞の時はお酒が出したらダメだった時代がアメリカであったんですけど、その時をコンセプトにしてるんで、入り口が本屋さんで中に入って動物通るとバーになる。行けた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 。東京でもお店、はい、新宿で。え、超いい。行けた、絶対おしゃれ。行ったことある？ジェレマイアっていう靖国通り沿いなんで、の1階なんです。わー、すごい。よっ。女子来たら教えてください。うん、言ってください。はい、バーテンダーの口が硬いんで。あー、さすがさすがですわ。長丁場ありがとうございました。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 シッシッ。では、入ってきてください。あら、はい、何、あれ、あれ、我々から最後のおもてなしです。何、短い時間でね、少ないとこもあるんですけども、みんな全力で頑張りました。ではせーので、これを殺します。いきます、せーの。え、なんだ。え、ミュージックスタート。まだまだこれ。なんだなんだこれ。誰が誰が本番。誰が何を見るのこれ。白見るの。どれよ。二人半みたいな。あらあらあら、なんだ、わかんないわかんない。あらわかんない。やばい。あ、合ってる合ってるのか合ってるのこれ。ということで、我々からの最後のおもてなしは三角ダンスです。これやった。すごい。あー、すごい。泣いてる泣いてる。面白い面白い面白い。あの、不思議な作りにしてて、ちょっと目の錯覚が起こるような。いや、怒ったよ、すごい怒った。基本的に白のやつが2人半いたって感じ。黒も2人半だけど。黒も2人半だ。これはですね、 YouTube で見つけて俺たちもやってみたいって思ったんですけど、やっぱり衣装もわかんないし、ダンスもわかんないのということで、あのダンスの振り付け、スカイダンサーズのユナです。
振り付けやってもらってて、そのスタジオ練習とかも来てもらって。やったの？ユナが振り付けしてくれたって。そう、困惑するよな、ユナちゃん。ユナそんなためにダンスを覚えたわけですね。でですね、難しいこの衣装、これ売ってないんですよ、やっぱり。これはココちゃんって頑張って作ってる。すげー。白 T と黒 T 塗って。そう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 。やばいね。どうちょっとどうでした。いやみんなで嘘嘘嘘違う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 。楽しかったね。感無量でした。わー、無事お披露目できてよかったです。今日のために頑張りました。いやよかったね。用意してたそれ、みんなコメント。感情があまりこもってない。練習2時間しかやってないから、あんまなんかそのこめるものが。いや十分すごい。ということで、本日のおもてなし以上になります。あー、すげー。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様。じゃあ、消えて。あ、一緒に撮りますか。よかったね。あ、そうだ、そうだ、忘れた。すいません。あ、いいですよ。なんか、ポーズとか。ポーズは腰に肩組んで。すごい、せっかくマンでも撮りましょうよ、この足上げてくださいよ、白の、白の。あ、最高だ。すごい。おー、ありがとうございます。すごい。すごい。ということで、すべてのおもなしや、疲れちゃった。すべてのおもてなしが終了しました。ありがとう。ありがとう。長かったよ、そのなんだかんだ。いやいやいや、ずっと楽しかったですよ。ずっと楽しい。ずっとディズニーのパレードみたいな。いろんな角度から来てくれてたね。ね、楽しかったね。楽しかった。いや、めっちゃ楽しかった。俺もオーリー、オーラブ、オーラブ卒業の人。卒業の人。でもさっき俺たちも3人で話してて、やっぱこうやってじゅんたんいろいろやってくれるわけじゃん。俺たちはじゅんたんに何ができるんだろう考えた時に、あ、でもオーラブにいさせてあげてること。寺島さんが言ってました。寺島さん。いや、みんなでですよ。いやいや、うちらは寝てるよ。ふざけんなと言ったけど、お照明さんがちょっと戸惑う。マジか、このグループ。いや、でもちゃんと恩返しできるようにね。今のはボケでしたけど、ちゃんと考えてましたから。マジで。誕生日の時もだけど、サプライズが上手すぎて、それに見合うものお返しできてないっていう。そうそうそう、好きだから。すごい才能だと思う。いや、才能なのかな。できる。できる。思いつかない。そう、思いつかない。アイディア。マジ。一番は錯覚マン。いや、あれはガチの脳みそになかったから。そのやつとかはあったけど、まだあれ何だったのか分かった。終わった今もなお間違えたのかも分かった。分かんなかった。ということで、おもてなしでした。ありがとうございます。最後まで見てくれてありがとう。何このおもてなしは遊園地レベルでしょでしょ。みんなに喜んでもらうために頑張ったんだ。こうして世界中の人たちを喜ばせていきたいね。でも喜びとか幸せって普段の状態からの相対的な感情でしかないから、それを維持し続けることって難しいよね。確かに。でもそうやって物事を判断するよりも、少しずつ小さな幸せに気づける人生がいいな。なんかそういうデータあるんですか。嘘つくのやめてもらっていいですか。次回もお楽しみにしてもらっていいですか。せーの、ひるきピース。